さあ続いて春日さん、どの対決いきましょうか。褒めちぎり。なんだ褒めちぎり。こちらの競技は若様の心をつかめ褒めちぎりメッセージ対決。これは誰の得意競技でしょうか。はい、お松田さん。私松田です、はい、あの春日さんは日頃若林さんのことを褒めたりだとか、うん、感謝の気持ちを伝えたりとか、うん、全くないじゃないですか。病気みたいですね。病気ではで照れとかもあると思うし、うん、そういうこと自体が苦手だと思うんですよ、はい、だからその弱みにつけ込んで、はい、私たちだったら勝てるんじゃないかと。なるほど、褒め方でね、はい、誰が得意だと思いますか。小坂くんとかさ、はいはい、で若林さんから押されたりとかしてるわけだから、はい、当てたいね、うん、なんか今怪しい発言があったんですけど、当てたいねって言ってましたけど刺さったのを選んでくださいね。めっちゃ怒られてる普通に怒られました